おはようございます。バス太田さんです。こちらはですね、どちらかと言いますと、あの向こうに見える建物わかりますかね。はい、あの大阪城みたいなやつじゃないです。あれは何ですかね、だからブリックホテルですかね。まあちょっとわかんないですけど、はい、あ、じゃあ通天閣ですね。はい、そこに見えますのが通天閣。はい、そしてずっと、はい、ドンキがありまして、はい、天王寺駅でございます。この上にありますのはアベノハルカス。高いですね。アベノハルカスでございます。はい、本日はこの天王寺、大阪阿倍野橋からバス旅をしていこうと思います。目的地はですね、まあ、ちょうど、近鉄南大阪線沿いに来まして、橿原神宮前、奈良県の橿原神宮前まで行ってみたいと思います。ちょっとですね、収録日が本日、まあ、僕が午後からちょっとお医者さんの予約が入ってまして、まあ、それに行くついでにせっかくなら、じゃあ、 まあ始発で来て乗りましょうと、バス旅ちょっと午前中だけでもやりましょうということで、そうですね、だから2本に分けて、多分2日に分けて収録すると思うんですが、まあ、ちょっとね、だから午前中、まあ、午後は あんまり行けないかな。はい、とりあえず今日のロケの目標は、まあ、奈良県に入りたいなと、行けたらいいなというような感じになっております。時間は朝の8時ですね。今ちょうど8時になっております。で、土曜日ですね、本日は、土曜日なので、バスのエコバスターミナル行きだってとりあえず天王寺はバス停、大阪、シティバスなんですけど、まあ、多いんですよね、とにかくね、その乗り場が、ちょっとここは初手から、まあ、重要と言いますか、とりあえず、どっちの方面に行くのか、まあ、例えば八尾の方に行くのか、まあ、それとも、石切とかの方に行くのか、まあ、堺の方に行くとかですね、ちょっと検討しなきゃいけないので、ちょっとバス乗り場、とりあえず一覧とかがあるといいですね、探してみたいと思います。バス停の一覧がないです。今目の前にいるのは、三宅中というところで、平野区の方に行きますね。切れ売り割りの方まで行くバスみたいです。三宅中で、目の前には先ほどのデッドバスターミナル行きもいますね。あ、行っちゃうか。で、あるのかな、その先。レトから八尾行く方のバスがあればいいんですけど、これもね、どうなんでしょう。三宅、中。難しい。どう考えていいか。この目の前にあるバス停は、ちなみに、あれなんですね。今里ライナー。BRT ですね。山里筋線の、まあ、延伸区間、延伸予定だった、まあ、区間ですね。ここを走っている、まあ、試験後のバスという、綺麗なバスが来るんですが、このバスで行っても、まあ、そうですね、今里の方に行っちゃう感じなんで、そうすると、布施とか目指す感じになるのか、布施とかですね。あとは、もう一個あります。寸地当たっていう、炭の道やたって書いて、寸地当たっていう、難読な地名のバス停があるんですが、これも八田ぐらいですかね。だから八田から奄美の方に、河内奄美とかの方に越えるバスが乗り継げればいいんですがっていう感じで、向こうにもあるんですよね、あっちのハルカスの下のですね、ここにもあるんで、ちょっとまだ調べる必要があるんですけど、はい、目の前には出庫する今里ライナー。バス来た。北辰巳バスターミナル駅だ、これ。北辰巳バスターミナル駅。ここは、また、天王寺駅のさっきとは、全然反対側の、車庫みたいなところなんですけど、天王寺駅は、向こうになりますね。はい。全然、また違う乗り場なんですけど、あ、布施駅ありますね。布施駅行きあります。布施と北辰巳。ありますね。あ、平野区役所前、やっぱ平野区とかの方に行く感じですかね。はい、一応布施行きが28分、8時28分発ということなんで、まああと18分あります。とりあえず布施が第一候補かな。あとは
もう行っちゃったばっかりとかですね、平野区役所もちょっと距離としては難しいところって感じですね。そうですね、なんでとりあえず28分の不正行きをとりあえず第一候補にしつつ、ちょっとまだ見てないバス停まだあるんで、ちょっと見ていきたいと思います。どんどん時間食われるなこれで、はい。ちょうど今1本行っちゃったところなんですけど、オープニングを撮った近くになりますね。こちらはさっき言ったのは住吉車庫行きというやつですね。でここから出てるのが浅草オリオノ橋っていう、浅草オリオノ橋はまあまあ遠くに行くと思います。こっちは住吉車庫ですね。住吉車庫はもうちょっと手前かな。住吉車庫ですね。そうですね、浅草は多分 JR の浅草駅とは違うと思うんですね。阪和線の浅草駅とは多分違う場所だと思うんですけど、でオリオノ橋っていうのはオリオノ橋って難読すぎて、あのひらがなで表記されてるんですけど、難読地名なんですけど、南海線の高野線の阿鼻子前のあたりまで行く。オリオノ橋からオリオノ橋まで行って、そこから歩けば堺市には入れますね。そこからバスないと思うんですけど、堺の方まで一応、徒歩で堺東にね出られればだいぶそこから先は、行けるとは思うんですね。ちょっとまあオリオノ橋行きの時間をキープしつつ、ちょっとまだもう一個ハルカスの下があるんで、ハルカスの下を見たいと思います。はい、ハルカスの下にやってまいったんですが、でさっきのオリオノ橋行きはもう22分、あと2分で出てしまうということで、ちょっと諦めざるを得ないですね。まあしょうがない。まあ伏せが一応第一候補ですし、鶴町4丁目か。鶴町4丁目は大正区ですね。大正区の方か。これは、住之江公園か。すいません、ちょっと映像をお見せできない。並んでらっしゃる方。住之江公園があります。で鶴町4丁目。鶴町4丁目。鶴町だけですね。やっぱ難波行きかな。あとあれだ。これは近鉄バスかな。ってことは多分関空行きのバスとありますね。であっちが、シャトルバス、上本町行きのシャトルバス、以上かな。はい、以上です。そうですね、まあ、住之江公園は堺に行くバスと堺東に行くバスが出てます。ただどっちとも本数がそんな多くない、1時間に1本ぐらいですかね。だからまあ堺の方に行けばそこから先はつながっていくような気がするんで、ちょっと候補でありますね。ちょっと住之江公園駅の時間を見て、これで一応全部見終わったと思います。はい、アベノベアですね。アベノハルカスのマスコット、あっちはアベノキューズモールですね。よくいつもお世話になっているモールです。下は阪海電車の天王寺駅前で、これいやもう探すだけで30分ぐらいでしょ。いやあ、オリオの橋行っちゃった。あ、スンジアタも行っちゃった。あー、まあしょうがないよね。あっちか。あー、とりあえず不正行きに乗るんならちょっと急いで行かないと。あと5分ぐらいですね。ただまあそうですね、住之江公園の方が、まあ、バスがつながってますので、それ伏せから先がちょっとわからない。北行くと上新城とか行くバスはしてるんですけど、東とか、の方に行くバスはちょっとあんまりわからないん で住之江行き35分です。35分、住之江公園にしようかな。ちょっと乗り継ぎが心配なんですが、一応、まあ僕が昔その、
富田林市の本郷という南海高野線の駅に住んでて、まあ、南海バスは結構まあお箱というかいっぱい乗ってたんで、一日券とかもあったんで、そうですね、まあその境東まで行くと、泉ヶ丘っていう仙北高速の駅があって、そこからまあ金剛とか、まあ、抜けられると、まあ、これが一番高いかな。そうですね、じゃあちょっと、住之江公園行きに決定したいと思います。1本目やってまいりました。住之江公園行き、いいですね。大阪シティバスはまだ幕車が結構残ってるんですよね。いや幕はいいですよ。はい、じゃあ乗りたいと思います。そんなわけで住之江公園駅に到着いたしました。このバスはですね、ここからあの今ドンキホーテがあるビル奥の方、オスカードリームっていう、車庫が、併設されている建物の方に行きます。ここで降りた理由はですね、ここから南海バスの境東行きが出ています。でなんか人も並んでるんで、もしかしたらすぐ来るかもしれないですね。境と境東なら多分境東に行けた方がいいなというところがあるので、ちょっと境東行きのバスの時間を見てみたいと思います。境東行き9時46分発ということで、今9時14分なんで、まあ大体30分ぐらいの待ち時間って感じですかね。なのでちょっと境行きも見たいと思います。このオスカードリームの中にバスターミナルがありますんで、ちょっとこっちの方から行ってみたいと思います。はい、境駅西口9時25分ということで、あと7、8分で来ますね。じゃあこれかな、これいいっすね。まあ境東に直行けた方がいいんですけど、境のまあ境行っちゃいましょうか。境駅こんな感じでいいですね。この上にこの建物があるバスの車庫っていいですよね。あの昔都バスだと渋谷車庫とかがそうだったかな。なんかこういう構造すごいですよね。あの高島平とかだとね、あの電車が電車の車庫の上があの建物団地だったりなんてもありますが、はい、ここもだからこういう感じで屋根があって、この待合室があるっていう、あの北海道とかにあるようなあのバスターミナルになってる感じですね。はい、では、境駅行きに乗りたいと思います。来ました、来ました。大阪シティバスが堺市まで乗り入れるのは珍しいんじゃないですかね。昔の路面電車かなんかの名残なのかな。はい、境駅西口行きです。2本目です。では乗りたいと思います。慌ただしくなっちゃいましたが、今目の前にちょうど境東行きのこれいっぱい出てるんですよね。シャトルバスといいますか、ちょっと装飾も凝っております。これでまあ境東に行くのがいいですね。本数もたくさんあるのは分かってるので、はい、では境駅から境東に向けて、出発になりますね。ああすごい豪華だな。はい、
そんなわけで堺東駅前に到着です。こちらは高島屋、あちらは新しくなった駅ビルのジョルノですね、ここはバスターミナルがありますのでちょっと調べてみたいと思います。はい、路線図の前にいるんですが、まあおそらくなんですけども河内松原は候補になりますね。近鉄、まあとりあえずねあっちの方面、南大阪線方面に合流ということで河内松原行きたいと。乗り場が遠いんですよね、あの市役所のところから出る。あとは泉ヶ丘ですかね、泉ヶ丘行くと金剛には出れるんで、そうですね、大鳥とかだと違っちゃいますし、奄美、河内奄美、そうですね、泉ヶ丘か、まあ、河内松原のどっちかってなんですよね。はい、泉ヶ丘行き10時5分ということで、10時5分ということでもうすぐ来るということなんで、そうね、あの松原も気になるんですが、まあ、松原はちょっと松原から先のバス、まあ、多分近鉄バスとかだと思うんですけど、ちょっとそっちがわからないんで、まあ、もともと住んでて土地勘がある金剛の方に向かった方が、まあ、いいかなと思ってますね。まあ、こんな本数泉ヶ丘駅も多くなかったし、河内松原駅も多分30分に1本とかなんで、まあ、捕まえられるなら今捕まえちゃった方がっていう、そういう感じですね。あ、来た、ちょっと遅れてきましたね。でもなんとかなりそうです。じゃあ、泉ヶ丘駅乗りたいと思います。到着いたしました。仙北高速鉄道の駅ですね、まあ、ニュータウン、昔からあるニュータウンという感じで、こちらはこの上が団地 この商店街、いいですね、なんかずらっと。であちらの方はそうですね、新しく建った団地とまだ古い団地とという、このコントラストが見られる感じですね。はい、では反対側ですかね、まあ、このコースだと、まあ、金剛駅に行って、で富田林というふうに乗り継いでいくのがいいのかなと思います。では行きます。はい、こちら南海バス路線図、泉ヶ丘からのが全部乗ってます。で、僕が乗ろうとしているのは金剛行きなんでこの辺ですね、この黄緑色のライン、この岩室っていうのを経由する方が早く着くんですが、まあ、本数が少ないと。本数が多いのはこのピンクのライン、あ、桃山学院とか通るやつですね。こっちの方がまあ本数がありますということなんで、本数をちょっと見てきました。岩室経由は11時20分、桃山学院の方行くコミュニティバスは、11時ちょうどということで、あと6分後に、まあ、来るこっちの迂回する方、桃山学院の方を、行きたいと思います。そうですね、近畿大学病院のところですね。じゃあこっち乗りたいと思います。あ、やってまいりました。エンジンかかりましたね、金剛駅前行き。ではこちらに乗っていきたいと思います。
やってまいりました。私事ながら住んでいた町でございます。この向かい側にマンモス団地があるんですけど、一回こうマンモス団地に住んでみたいなというふうに思いまして、どのぐらいか4年ぐらいかな住んでましたね。はい、では向こうに富田林方面のバスを探します。はい、駅の反対側にやってまいりました。よくお世話になったパン屋さん、ロンドン屋ですね。あとここに水島消防ってあって、それがこの間なくなってすごい残念と思ったんですけど、新しい書店になってますねびっくり、寄っていきたい、時間あれば寄っていきたいな、これびっくりだ。あそこにアンスリーがあったんですけどね、コンビニ。で、あっちは団地ですね。団地がずらっと、僕住んでたのもっと奥の方だったんですけど、これ駅近の団地もある、まあ、昔ながらの5階建ての団地。ちょうど駅が、この駅は、この大阪狭山市にあるんですけど、あの団地は、富田林市にある、市境に、あるわけですね。はい、でバスなんですが、2通りの行き方がありまして、1つは乗り継ぐ方法、ここから、藤沢台回りっていうのが出てます。でその藤沢台回りというのに乗って、エコールロゼっていう、まあ、イオンなんですけど、まあ、エコールロゼっていうショッピングモールがあるバス停で降りる、中央センター前ですね。はい、ここまで行って、ここ行くとね、富田林市駅に乗り継ぎます。 PL 病院行きでもいいですね。 PL 病院行きで富田林病院でもいいです。はい、でもう一つは、ちょっと向こう側ですね。もう一つの方法はですね、ここをぐーっとこう、まあ、あの緩い坂なんですけど、登って徒歩、7、8分ぐらい行くと、関西スーパーっていうスーパーがあるところがあるんですけど、その前から、富田林行きのコミュニティバスが出てます。金剛連絡所ってところなんですけど、ちょうどあのその関西スーパー、僕がよく買い物に行ってたスーパーなんで、でそのコミュニティバスだと富田林まで1本で行けるんですけど、ただ本数がまあ少ないということで、まあ、歩いてまで行くかどうか、まあ、そのちょうどその金剛連絡所のそばに藤沢台循環のバスが止まるバス停もあるんで、藤沢台行きがあんま来なければ、一か八かコミュニティバス探しに行ってもいいかもしれないですね。はい、こんな感じでもう駅からすぐに市境があるんですが、なんて話してたら、来てしまいました、藤沢台回り。まあ藤沢台回り来るんならこっちの方がいいかな。じゃあこっち藤沢台回り42分半かなに、乗りたいと思います。があるところがマックレッツできてる、こちらがイオンと、あとはショッピングセンターが入ってるエコールロゼという建物ですね。よく自転車でここまで、来ました。はい、でここからはですね、近鉄バスですね。近鉄バスが、来ているはずなんです。今11時53分富田林駅前駅土曜日1時53分来る、行っちゃった、
マジで11時、そうですね、53分ですね。その次12時8分。あ、すごいすごい。いや、来るかもしんない。行っちゃったかもしんないけど、でもとりあえずは、まだ来てないっぽいですね。待ってらっしゃる方もいるんで。あー、すごい。今日、すごいですね。行き着く暇もなく乗り継いでいきますね。よかった。あー、よかったよかった。来ました、来ました。ちょっとね、遅れてたんで、もしかしたら行っちゃったのかなと思ったんですが。来ました。本田林行き、じゃあこれに乗りたいと思います。初の近鉄バスですね、今日。駅前です、前半はここまでになりそうですかね。なぜテンションが低いかというと、ちょっとここちょっと行ったところにウグイスの湯っていうスーパー銭湯があったんですけど、なくなってた。うわー、すごいすごい快適なとこだったんだけどな。割とリニューアルして新しくなったばっかだったんですけど。そうですか。はい、すいません、失礼しました。とりあえず、まあちょっと前半戦はまあここまでということで、次回、この同じ時間から始めようと思います。ただですね、まあ富田林でまさか終わるとは思わなかったんで、富田林にせっかく来たのなら、ちょっとねバス好きとしてはちょっと、見ておきたいものがあるということで、そちらに行ってから終わりにしたいと思います。近鉄のちょっとせわしない踏切が鳴っていますが、こちらですね、金剛バスという、まあ、この富田林市やですね、こっちの例えば千原坂村とかですね、あっちの方、行ってたバスなんですが、この2023年12月10日で、バス事業を廃止されるということで、この富田林駅に金剛バスが見られるのも、まあ、この撮影した時点であと2ヶ月ちょっとという感じになっております。まあね、結構珍しいことで、ニュースにもなっていたんですが、まあ、やはりバスの運転手さん不足であったりとかですね、そういった、まあ、事情があるようです。せっかくなんでちょっと推理してから今日終わりにしたいですかね。まあその分時間食っても構わないので、まあ、この富田林から、まあ、少なくとも金剛バスを使って、行くということには多分なると思うので、どこかに路線図とかないですかね。はい、路線図がありました。懐かしい、結構乗りに来ましたね。このこっち側のこの滝谷不動の方を通るバスが、なんかね、イベント、なんかお祭りかなんかがあるしかな、なんかとにかく走んないんですよ。普段は全然走んなくて、あの滝谷不動の駅からのその、参道っていうんですかね、あのお祭りの日、縁日の日はちょっとこう屋台が出るようなところ、坂道の、あの相原さんが泊まりに来たり、そのホテル旅館が確かその上にあったんです、一緒に行ったことあるんですけど、ね、そことか。ただまあ今回は、はい、多分見た感じだと、この東山か、これなんて読むんだろう、近い津飛鳥博物館、この阪南一須賀っていうのかな、この辺に行くと、この飛鳥博物館から来る岸行きが来ますね。で、岸まで行くか、あるいはこの大使四つ辻ってとこまで行くと、上野大使に抜けられるという感じですね。あとは
そうですね、千早赤坂村の方とかそういう感じになってますかね。そうですね、だから次回はおそらく富田林後半戦は、この多分東山か飛鳥博物館行きから岸上野大使方面に乗り継ぐような感じになるかなと思います。はい、では前半最後は、金剛バスを、たっぷり映しながらお別れしたいと思います。いや、こんなにいるのにねって感じ。あ、東山駅だ今日はもう乗れないんですけど、ね、このバス、あ、運転手さんいらっしゃらない。あ、いいですね、シートもちょっとレトロな感じで、昔のこの白いこのビニールのこれとね、この座席の色の感じとか、金剛って入ってますね、金剛バス。いや、ちょっとね、地元の方は何か代わりの交通機関、南海バスさん、近鉄バスさんね、コミュニティバスとか何かできればとは思うんですが、とりあえず金剛バスさんに関しては、ね、お疲れ様でしたということでございます。はい、そんな感じで、前半は締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。